中国の一大プロジェクトである三峡ダムに日本が粗悪品を送り込んできた。三峡ダムが崩壊したら日本のせいだ。中国人女性による中国の巨大ダムにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回は日本のせいだ、中国の巨大ダムが崩壊危機に、そこでまさかの日本に責任転嫁、責任を日本に押し付ける中国の思惑とは、の話題です。海外、その瞬間世界が変わる。私たちが生活している日本のインフラ設備やそれらの安全性は世界から高く評価されています。日本で生活している私たちにとっては便利で安全な環境が当たり前だと思ってしまいますが、これには世界から羨望の眼差しが向けられています。逆に同じアジアの国である中国はこれらの面で不安を抱えています。特にここ数年は世界最大のダムである三峡ダムの崩壊の危険性が常に叫ばれています。しかも中国はこの崩壊の危険性の理由を日本に押し付けるなど、その対応もかなり大きな問題となっています。今回は日本に留学している中国人の女子大学生が中国の外からこの報道を見たことにより自分たちの認識と真実との差を知り大きな衝撃を受けたというエピソードをご紹介します。なぜ三峡ダムには崩壊の危険性があるのか、またなぜ中国はその原因を日本のせいだと考えているのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私の名前はクーシン。現在私は日本の大学に留学している。日本ではそれなりに楽しい日々を送っているわ。私が日本に留学した理由は親に猛烈に勧められたから。私自身はそれほど乗り気ではなかったわ。乗り気ではないどころか正直日本には行きたくなかったし、どうせ海外に留学するのなら他の国がいいと思っていた。現在中国は GDP の面でアジアトップになっている。世界ランキングで見てもアメリカに次いで2位の経済大国になっているわ。それに比べて日本は長年アジアトップの座を維持していたけど、現在はそれを中国に譲り世界ランキングでは3位とトップクラスだけど、もう終わりゆく国という印象が強い。だから私は親に日本留学を勧められた時意味がわからなかったわ。パパもママも学生のうちに外の世界を体験しておくべきだとか、日本からは学ぶべきものが多いはずだとか言っていた。でも私からすれば、中国人が日本人から学ぶべきことなんてあるのか、むしろ日本人が中国人から学ぶべきでは。どうせ行くなら英語圏の国など将来のためになる国に行きたい、などの気持ちだったわ。とは言っても、まあ大学生活を海外で送れるなんて面白そうだし、私は日本行きを軽い気持ちで決断した。どうせ中国の方がいい環境に決まっている。そう思って私は日本にやってきたんだけど、日本は想像以上にいい環境の国だった。認めたくないけど、日本の生活環境は中国よりも明らかに良かった。日本の街には先進的な技術がたくさん散りばめられている。それは中国にはないもので素晴らしいことだと思うけど、私が一番感じた日本の街の優れている部分は安全性だ。日本の街は本当に安全。治安はいいし事故も少ない。警戒心を何も持たずに生活を送ることができる。これについては中国が絶対に及ばない部分だ。しかし私はこれについて心から日本を称賛できなかった。なぜなら中国では日本が工事に携わったある設備の安全性が大きな問題になっていたから。その設備とは三峡ダムよ。三峡ダムは世界最大級のダムで、ずっと完成から今に至るまで崩壊の危険性が危惧されているわ。この三峡ダムには日本の企業も建設に携わっていた。
中国ではダム崩壊の危険性の大きな原因の一つは日本企業にあるというのが定説だ。だから私はこう思ったの。日本は自国の安全は担保しようとするのに、海外の安全については全く何も考えていないのだ。私は日本人のことを自分勝手な人間たちだと感じてしまっていたわ。しかし私のこの考えは、日本の言葉が少しずつ理解できるようになるとどんどん変わっていった。日本語が理解できるようになると、日本のニュース記事に書かれていることが少しは理解できるようになってくる。そうなると、日本語の情報を翻訳で細かく見てみようという関心や意欲が出てくるわ。そして私は三峡ダムについての話題を中国国内の視点だけではなく、日本側の視点でも目にすることができるようになった。すると三峡ダムの本当の問題が理解できるようになったわ。最初に結論から言うと、中国での報道の多くが間違っている。少なくともこの問題が日本のせいだと考えるのは大きな間違いだったのよ。私が日本で知った中国の三峡ダムの崩壊についての真実はこのようなものだった。ではまず三峡ダム崩壊問題について説明するわね。日本は自然災害が多い国として知られている。しかしそんな日本人も驚くような災害が中国では起きている。その災害とは洪水よ。大雨による被害が発生し、暴雨警報がなんと連続40日を突破。そしてこの豪雨により長江に架かる世界最大の三峡ダムは水位上昇が止まらず、ものすごい勢いで放流していたわ。これに対しては世界中でも三峡ダムは安全なのか、いつまで持つのかなどのニュースがインターネット上で飛び交っている。仮に決壊すれば中国の国土は未曽有の大洪水に飲み込まれてしまうことになってしまうわ。三峡ダムは重慶に至る長江上流域と湖南省、江西省、安徽省に至る長江中流域の間に建設された水力発電ダム。貯水池の全長は660キロにも及ぶ超巨大ダムなの。下流域は江蘇省、上海、浙江に続いている。三峡ダムは1994年に着工し、2006年に本体工事が完了し、2009年から発電を含む全プロジェクトが本格稼働した。これは洪水の抑制や発電、長江上の輸送、内陸部の経済開発など多くの期待を背負った。中国を挙げての一大プロジェクト。しかしこの世界最大の水力発電ダムは常に崩壊の噂が囁かれている。この憶測の背景にあるのは Google の映り込んだ写真にある。そこには堤防が歪んだダムの姿が映し出されている。日本や中国、台湾でも多くのネットメディアがこの変形を取り上げているんだけど、衛星写真を見ると確かに歪みが生じているように見えるわ。中国中央電視台はニュース番組で中国航天技術集団と国家地理新域の衛星画像を紹介した。そしてこの番組ではこれら映像にはまっすぐなダムの堤防が映っているとし、この変形を否定したわ。同時に歪んで見える理由として衛星の速度や地球の曲率、地形の起伏などの可能性を指摘した。歪みについての真偽はわからないけど、中国人たちにとっては不安でたまらないわ。そして三峡ダムが引き起こす災害は洪水だけではない。四川省では大規模な山崩れが発生した。この被害はかなり大きくて、住宅62戸が土砂に埋まり、120人以上が生き埋めになってしまったわ。山崩れの現場は四川大地震と同じ場所であって、大雨が降り続いたことで地盤が緩んでいたことがこの災害の原因だとされている。でも原因はそれほど単純なものではないの。2008年5月に発生した四川大地震はマグニチュード 7.9 を記録し、中国に甚大な被害をもたらしたわ。震源地近くには地表に7メートルの段差が現れ、破壊力は日本で起こった大地震である阪神・淡路大震災の約30倍と言われた。この地震は四川盆地の北西の端にかかる
約300キロにわたる龍門山断層帯の一部がずれたために起きたものだと専門家は分析しているようで、これによって地質変動が起こり、龍門山断層帯は新たな活動期に入ったとされている。そして今後はさらに大規模な地震が発生する可能性が高いとも言及されていて、中国人としては気が気ではない状況。四川盆地はもともと標高5000メートル級の山々が連なるチベット高原から急勾配で下った場所に位置する標高500メートル程度の盆地。ユーラシアプレートとヨースコープレートの境界線の上にあり、大小様々な断層帯が複雑に入り組む地震の多発地帯になっている。そして最近の研究では、地震発生の原因の一つが三峡ダムの巨大な水圧ではないかと指摘されているわ。ダムの貯水池に溜めている水の重圧と、地面から地下に沈み込んだ水が断層に達することで、断層がずれやすくなってしまっているという分析。三峡ダムはさっきも言った通り世界最大級のダム。70万キロワットの発電機32台を要していて、総発電量2250万キロワットを誇る。当初の計画では湖北、河南、湖南、上海、関東など主要な大都市に電力が供給され、全中国の年間消費エネルギーの1割を供給できて、慢性的な電力不足の解消に役立つはずだったわ。それがまさか災害誘発装置になってしまうなんてね。国民としては期待が大きかった分、ショックも大きくなってしまったわ。しかし実はこのダムは建設中から数々の難題が生じていたという。まずは汚職の温床と化していたこと。総工費2000億元のうち34億元が汚職や賄賂に消えたわ。そして国民も大きな犠牲を払った。地域住民の約110万人が立ち退きを迫られ、強制的に荒れ地へ移住させられた。そんな国民たちを待っていたのは貧困家だったわ。なんと10万人が流民になってしまったの。そして李白、徒歩、白楽天などの詩に歌われた1000箇所以上もの文化財と美しい景観が水没した。魚類の生態系は破壊され、希少動物のヨウコウイルカは絶滅した。ヨウコウイルカの件については中国でも大きな議論の的になったわ。でも日本にやってきて外の国の情報を見るようになって知ったけど、これは世界的にも問題視されているみたいだった。それから四川大地震が発生した2008年、竣工を目前に控えた三峡ダムで試験的に貯水が開始されると、下流域で崖崩れと地滑りが頻発するようになる。その後の調査では、ダムの建設に伴い地盤の変形などが合計5286箇所見つかり、大きな歪みが生じていることが発覚したわ。ダムの構造物や防水壁には約1万箇所の亀裂も見つかり、補修に奔走することになる。2009年、三峡ダムが完成すると、今度は気候不順が起きた。貯水池に溜めた膨大な量の水が蒸発して大気中にとどまり、濃霧、潮雨、豪雨などが発生したのよ。気候不順は年々激しくなっていき、2013年までに南雪災害、西南干ばつなどの災害が相次いだ。2016年にも豪雨による洪水が発生。これについてはエルニーニョ現象が原因だと言われていて、死者・行方不明者は128人に上り、中下流域では130万人が避難を余儀なくされた。大地震は2008年の四川大地震以外にも汶川大地震、青海省大地震など毎年のように発生。2014年には三峡ダムから約30キロ上流にある湖北省でマグニチュード 4.7 の地震が連続して2度も起きている。人工物であるダムが自然災害を起こすなんて、なんとも信じられないような話だけど、あまりにも巨大な三峡ダムはこのありえないような事態を起こしてしまったの。なんだか人類が踏み込んではいけない領域に土足で入っていってしまったような感じね。この三峡ダムの問題は日本にも大きな影響や被害を与えている。
超高で魚介類が絶滅したことで、この地域の漁民が日本の経済水域や領海を訪れ、違法な漁業を行い始めた。中国は自国で汚染してしまった資源を日本の資源で補おうとしているの。これはひどい話だわ。さらに中国の水質汚染の影響で日本沿岸部にクラゲが大量発生している。中国から汚染された水が日本側に入り込んできたことで、日本海にまで越前クラゲの生息域が押し込まれ、大量発生してしまうことになったの。中国はこの越前クラゲの日本での大量発生の原因を地球温暖化であると主張している。三峡ダムが原因ではないと言いたいのでしょうけど、そもそも地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量が世界一なのは中国。結局この言い訳は全く反論になっていないわ。そして中国はさらにダム崩壊問題の原因をなんと日本に押し付けようとしているの。三峡ダムに使われているコンクリートを支えるために使用されている鉄板は日本の住友金属の製品なの。中国メディアは三峡ダム崩壊論が出るたびに、もし三峡ダムが崩壊したらその原因は日本企業の製品のせいだと主張し、責任を日本に押し付けようとしている。私は当時中国で何度もこのような報道を見ていたから日本に腹を立てていた。しかし本当の情報を知ることでこの主張が全く根拠のないものであると知ったわ。もともと三峡ダムは国際入札によって海外の企業が作ったダム。中国の技術力だけではこれほどのものを作ることはできない。ダムの工事をいくつかの段階に分けて、必要な部品なども企業ごとに分割して組み合わせて三峡ダムは完成した。日本の住友金属はダムに隣接された水力発電所に水を送り出すための水圧撤回用の鋼板を受注していたわ。しかしこの鋼板は中国側の要件を満たしていないというトラブルが発生した。その後住友金属は改めて要件通りの鋼板をしっかりと補填した。しかしここで日本に不利な事柄が重なったの。この当時日本の製造業において粉飾やデータ改ざんなどの事件が重なった。これに中国メディアは目をつけた。中国の一大プロジェクトである三峡ダムに日本が粗悪品を送り込んできた。三峡ダムが崩壊したら日本のせいだ。日本の製造業の事情につけ込んで中国メディアは責任を日本になすりつけようとしているの。でも日本製品が関わったのは三峡ダムに水を流し込む部品。今世間で議論になっているダムの崩壊には一切関係のない箇所なの。三峡ダムの崩壊の原因となっているのはコンクリートよ。業者が資金を出し惜しみコンクリートの攪拌を適当に行ったの。その結果コンクリートの内部がスカスカになって、貯水池の水が漏れ出たり、表面に亀裂や傷が発生し、崩壊論が騒がれるようになった。これに日本企業は一切関係ないわ。これが三峡ダム崩壊問題の全容なの。中国国内のニュースだけしか知らなかった私は、てっきりこの問題が日本のせいだと思っていたけど、真実は全く違っていた。日本に来なければ、多分こんな風には思わなかったと思う。三峡ダム問題は中国が自分たちの身の丈に合っていない大規模工事を敢行し、その尻拭いを日本にさせようとしているだけだったの。私はこの事実を知り、中国と日本に対するイメージが変わった。日本は終わった国であり、今は中国が上の立場。中国人が日本人から学ぶべきことなんてない。これは私の大きな勘違い。実際に日本で生活をし、さらにこの一連の事実を知ると、中国がアジアでナンバーワンだなんて一切思えなくなったわ。正直日本の方が優れた国のように感じる。大学卒業後は中国に戻らず、日本で就職をしようかなって思っているくらいなのよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。
海外の反応。三峡ダムが決壊してしまったらと考えると恐ろしいな。中国のことだから本当にやばい。決壊なんてしたら犠牲者の数は数百万規模だぞ。中国が海に変わっちゃうね。日本に責任転嫁だと？頭をよぎるのはこの一言だけ。カルマ。もはや決壊するかしないかではない。いつするかという問題だ。三峡ダムの決壊はただの噂に過ぎないと信じたい。でももし本当にそうなったら、その瞬間世界が変わるわ。多くの無実の人々がその犠牲になる。中国政府にはこの危険性をしっかり調査してほしいわね。このダムが終わった場合のシナリオを考えると映画のような光景が目に浮かぶ。ただ現実にはそこに住む人々の生活が根底から覆される。環境への影響も甚大で、回復には何十年もかかるだろう。三峡ダムの問題は技術的な面だけでなく政治的な面も大きい。中国政府の公式な勧告と実際の状況には大きなギャップがあるかもしれない。国際社会は真実を知るべきだ。以上が海外の反応です。三峡ダムは中国政府が100年の大計として鳴り物入りで建設した世界最大のダムです。16年の歳月を費やして四川省重慶市から湖北省宜昌市に至る長江の中流域の中でも特に水流が激しい三峡と呼ばれる場所に建設されました。1994年に着工、2006年に本体工事が完了し、2009年から発電を含む全プロジェクトが本格稼働しています。ダムは70万キロワットの発電機32台を要し、総発電量2250万キロワットを誇り、当初の計画では湖北、河南、湖南、上海、関東など主要な大都市に電力が供給され、全中国の年間消費エネルギーの1割を供給できて、慢性的な電力不足の解消に役立つはずでした。しかしこのあまりにも巨大なダムは建設段階からの不備やそのサイズから多くの自然災害を巻き起こし、崩壊論がささやかれるなどの問題を抱えています。そして中国メディアはその問題の原因をあまりにお粗末なこじつけから日本に押し付けようとしています。自分の身の丈に合わない工事に手を出したあまりに、自国や日本にまで迷惑をかける状況になってしまった中国。今後の中国の対応には注目が集まります。そして日本人としては三峡ダムが崩壊し甚大な被害が起きないことをただただ願うばかりです。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。